ース玉川マクール杯5日目の最終レースが始まりました。12レースダブル準優勝戦後半の2つ目です。出場選手は1号艇山崎哲司、2号艇矢野蓮司、3号艇吉田一郎、4号艇森達也、5号艇池本照明、6号艇村田修司、以上の6選手です。バック側待機行動123、そして4号6と枠なりとなっています。まず1コースには1番の山崎哲司、予選トップ通過から王道のファイナル1枠なるか、人気を集めての陰線です。そして2コースには2番の矢野蓮司ということになりそうです。4場所連続優勝へ自力の目を残してのラスト、とにかく白星欲しい2走目の矢野です。あとは3コースに進みます3番の吉田一郎、その他4コース定番通りに4番森達也が埋めていきそうです。ファイナル入りへは自力2着以上の森、4着ですと他のメンバーの結果次第となりそうです。ダッシュをつけていきました。そして5コースには5番の池本照明です。6コース6番の村田修司が収まりました。今年6度目の優出へ村田、大外から自力5着以上、6着は相手関係です。さあ進入体系インコースから123ダッシュ456、12レースダブル準優後半2つ目です。スタートが決まりました。3番の吉田がわずかに除いて1周1マークです。壁がない陰線、1番山崎に3番の吉田はまくり差し狙いで、6号艇の村田は V ギア差し構えですが、バックストレッチは1号艇の山崎、それでも押し切って逃走へ。スタートは前提正常、これを追って3番の吉田です。あとは3番手争いで4号艇の森がアウト、そのうち6番の村田となっています。1周2マーク、先頭は1番の山崎、その後は3番の吉田、そして3番手は6号艇村田がコーナー先手、ちょっとバタつきながら4番の森、内を通っていきます。差し構えホームへ戻りまして、4番の森が3番手優勝に戻ってまいりました。僅差で6番の村田が追走。レースはこれから2周1マーク、先頭から1番山崎、3番吉田、4番森、6番村田が差しに構えてバックへ抜けます。ここで6番の村田がもう一度4番森との3番手争いを見せます。この競り合いの後方は間隔空きまして2番矢野、最後方が5番の池本です。先頭これから2周2マーク、1番の山崎哲司からクリア、続く3番の吉田一郎、そして4番の森達也がアウトを運んで内で回って6番の村田修司、3番手争いが続いていきます。内が6番の村田、外広がって4番の森、3周目に入ろうとしています。この競り合いの後方は以前距離が空きまして2番矢野、最後方は5番の池本です。最終バックへ前は1番山崎、3番吉田、その後6番村田が意地の先取り、4番森が差しに構えていきますが、バックストレッチ3番手は6号艇の村田修司が一歩覗いてまいりました。そして4号艇の森がまた一定心、最後のターンマークへ近づいてまいります。先頭はイン、逃走へファイナル1枠への戦い、連勝決めそうな1番山崎、そして3番の吉田、あとは先前4番森を6番の村田が差しに構えて戻ってきますが、さあ最後はどうか、接戦です。先頭から1番山崎、3番吉田、4番森で合輪、後方6番2番5番合輪、以上第12レースダブル準優勝戦後半2つ目でした。